はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではバットマン、続きをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ですね、このミッションじゃない、練習ステージ、トレーニングステージやっておりましたね。全然ダメでしたね。もう一回だけやって、ダメそうなら、次行ってみまってなんだすいません、噛みました。やってみようと思います。ノーダメージとりあえずと、なんとかフィア決めるのを狙っていこう。シミュレーション開始。ノーダメージ難しいよな。でもな、なんで気づかれた？ダメージ受けた？ああ、撃たれた。くそお前。そう、今のいいね。ちょっともう一回やらせてください。結局やるんかよみたいな。悔しいじゃないですか。シミュレーション開始。上のやつもめんどくさいんだよな、あれ。上から始末した方が良さそうか。帽子に入る。あ、ちょっと何してんの？ちょっと今の何？なんで一瞬止まったの？ボタン間違えたから。シミュレーション開始。とりあえず上から。ここ降りちゃったらすぐ降りちゃうんだよな。とりあえずノーダメージしな、知りでしたいから。負傷した仲間を確認中。いい考えだ。撃たれた。あ、ちょっとこれ難しすぎないか。白いのが衛星兵。敵すぐ来ちゃうからな。衛星兵をとりあえず最後に倒すを狙おうか。どんどん目標が下がっている。バットは仕掛けてくるか。
あれ衛星兵でしょ。何人いるんだっけな。油断するなよ。逃げろ。そこにいっぱいいるんだよね。よし。ああ。邪魔お前。思ったよりいるなぁ。ノーダメージも難しいわ。これ衛星兵。シミュレーション完了。あ、今の衛星兵最後に倒したっぽくない？最後に倒せいけてる。いや、マルチテイクダウンもう一回やりたいな。結局やるんかいって話だけど、すいません、やりたくなりました。バットマンが動きを見せてくれるといいかな。今のだったらいけそう。思ったより敵少なかったな。衛星兵からなんとかすればいけそうだ。もう最後に倒すはもういらないから。あ、落ちちゃダメ。ここより快適な戦場にいたんだ。あ、目の前にいた。やばいやばい、くるくる。登れ登れ。こんなところにリドラトロフィーが。どうだ、いい、こいつを助けるぞ。援護しよう。おい、起きろ。よし、今んとこノーダメージだ。あとは？あいつか。オッケー。フェアマルチテイクダウンを2回か。これでどうなったの？あれ、同時にやらなきゃプラスにならない。マジですか。全部同時にやらなきゃ。一つずつクリアじゃダメなの？
わあ、それは難しいわい。もう一回だけ。そうか。じゃあもうあんまりまとめてやらない方がいいね。一匹ずつ確実にやっていて、フィアーナとかを稼ぐしか。これが終わったら俺は抜ける。冷静兵も最後に倒さなきゃいけないからな。フィアーテイクマルチダウン、あ、折れちゃダメだって。失敗なんで折れちゃうのよ。シミュレーション開始。あれ、衛星兵だ。バトは仕掛けてくるか。よし、衛星兵もこういった。撃たれた俺。お前か衛星兵。倒しちゃったこれ。難しい。でも中毒性がありますね。何回もやってしまう。ここにいてもこいつ気づかないっていうのはおかしいな話だ。気づいたのか。避けられてるし避けられてる。やっぱ気づかれるのか。そこは気づかないと思ったんだけどな。シミュレーション開始。そんなバカなことはないか。中にもいたのか。気づかれてた。もうダメだこれ。切りないから行こう。3つ全部は難しいって。1つずつならまだしもね。次行きましょう。違う。
タリドラーか。死体がさっき何とかって言ってたよ。犯人は獲物を切断して放置することで見せしめにしている。見つかるようにわざと犯罪現場にオペラの曲を流したのでしょう。いっぱい集まってるからヘッドコース。ひどいもんだったぜ。草話。ハハハ、嘘話。キャッシュ、アーカムナイトが再配置したドローンを一掃した。宮ヶ谷アイランドの巡回も再開可能だ。やったな、バットマン。ありがとう。なんか知らないけど進んだらしい。うん、じゃあメイン行こうか。何くれるの？ルームビルに向かう高速移動中の飛行隊を追跡中。 12G で G ターンを使用した。こんなことができる機種は見たことがありません。あれ？そのまま合体していくんじゃないのか。ちょっと残念。マーク3で補助兵器をチャージして攻撃性能を上げることができます。あのままパワーアップすんのかと思ったら、しつけて。ダイヤモンドバック来た。やられる。ドローン撃墜。敵多いな。ターゲットを側面攻撃。やばい、ミサイルロックオンとか言ってる。敵多くないか？敵多いぞ。いやー、敵が多いよ。やった。ドローンをやられました。
だいぶ減ってきたな。オッケー。グランドアベニューの部隊がやられた。ブルース様、ご依頼のノースリフリジエーションについてのご報告です。その件ではグレイソン様が調査を行っていたようです。よし、情報を全部送らせろ。彼は直接お会いしたいと申しております。関連情報をブラッドヘイブンから持参してラネナフェリーターミナルの屋上でお会いしたいと。ありがとう。さてご主人様、スキャンで確認したところ、アーカムナイトが上官兵たちを装甲輸送車に乗り込ませ町中に動員しています。現在その1台に照準を定めました。いつでも妨害して排除することができます。次のミッションを選択しよう。どうしようかね。ちょっとメイン行こうか。ナイトウィングのノースリフリジエーション情報を見てみよう。ペンギンが見つかればアーカムナイトも見つかる。ご主人様、グレイソン様はラネラフェリーターミナルを見渡す屋上でお待ちとのことです。またリトラーか。この下かな。ゴードンの娘が。あ、まだ屋上に隠れてるのか。来るべきじゃなかった。今夜は。冗談言うなよ。バーバラのことを聞いて。ノースリフリジエーションだ。何を知ってる？はあ、ペンギンは冷却トラックでブラッドヘイブンから武器を運んでる。問題はそれをゴッサムのどこに溜め込んでいるのかだな。コブルポットがバーバラへの手がかりだ。その武器貯蔵庫を探そう。そのために奴のトラックを1台でも止める。はあ、奴らを追跡してるのが誰か教えてほしいか？何？まさか俺が計画もなしに来たと思ってたのか？私に任せろ。ブラッドヘイブンに戻れ。なあブルース、俺も手伝うよ。一人じゃ無理だ。危険すぎる。ブラッドヘイブンのためにももう犠牲は出せない。ああ分かったよ。じゃあ一つだけ、トラックを監視するならこれを使え。開発されたばかりの試作品だ。あのじいさんまたやったな。後でなブルース。なんだ今のかく乱機。かく乱機の迎撃弾で敵の武器を無力化できる。持ってき。3発か。ターゲットは慎重に選ばないと。もう金はもらってる。なんで箱に電流を流した。補給に来た奴は電撃を受けるぞ。似てる。しかもお前は俺の仲間の顔を溶かした奴に似てる。気に入らない。そうね。ああ、仲良しの家族だな。重火器を無力化した。こちらが撹乱機を使えば、引き金を引いた瞬間に暴発して奴らは吹き飛ぶ。手下だろ。じゃあ俺が最初に話
そう。装置は破壊した。そろそろ自己紹介でもしようか。と抜かした。その時はイリアスに見えたがな。本当か。だが奴は行けー。待ってやがる。これでオッケーか。かくらん機がよくわからなかったけど。死体を鎖で壁に貼り付けるなんて一体誰がやった。でどこ行けばいいんだこれ。次はあここ。さてトラックに山積みの武器と火薬か。かくらん機の追跡装置でゴッサムのどこにいても車両を尾行できる。あとは奴らのアジトに案内させるよう仕向けるだけだ。何か忘れ物。違う違う、バットマンだ。さっさと連れか。屋根伝いに奴らを追っていけばペンギンの武器庫までたどり着ける。毎度のことだがうまくやらないと。車両追跡装置はビルで阻まれていてもターゲットの射程内なら常にロック状態にできる。何やってんだ。俺たちを殺す気か。バットマンだ。ここから逃げろ。どこに行く。隠れ家に戻る。アホか。コブルフォートのところへ案内する気か。じゃあどうする。運転を続けろ。開けるはずだ。やつは見えたか。運転中だ。分かった分かった。やつは見えない。逃がしたか。分かるもんか。探し続けろ。俺らが戻るまでには分かるさ。追っていかなきゃいけないのか。してもらおうか。まっすぐペンギンの武器貯蔵庫まで来たな。そうかそうか、とっとと入れ。ボスから話がある。遅れるな。案内ご苦労。シャッターには鍵がかかっている。別の侵入方法は。
屋上は厳重に守られている。それが弱点だ。会議してる間はここに立ってなきゃいけないのか。この場所を守りたいんだろ。誰か。はい、侵入したいところですけど時間が来ましたので、今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。